白詩文集は、中国党の文学者、白、虚衣の詩文集。数字の編集を経て、最終的に75巻本として、開書5年に完成、現在は71巻本が通行する。最初のものが長慶4年になり、白詩長慶集と名付けられたため、後世もその名をもって呼ばれる。白虚衣自身は、文集とのみ称した。白巨衣は、有能な官僚であり、 死の他作林、物事販、成功、創上、母子名など、資料的価値の高いものを多く残している。また、新画府、新中銀などの風油詩には、当時の社会問題を反映したものが多い。白巨意が親友である原神に送った書によれば、自身の死を風油、観的、干渉、雑立に分類し、風油詩を、剣済みの志に基づいて作ったもの。 完的詩を、独善の儀を読んだものであると明示した上で、特に民衆の生活苦などを描き、死による異性者への風刊を目的とした、風雨詩に重きを置いたという。それに次いで意義のあるものが、完的詩であると述べている。白、虚偽の文集の編纂は、現那十年、公衆芝に左遷されたことを契機とする。当初は、親友原神により編まれ、長慶四年に、 白市長継集五十巻として完成した。以降、白虚位は、人生の節目ごとに、新たな作品を加え、自身の手で、白市文集を完成させていくことになる。後、東末の混乱期に、俗語集の大半が散逸し、北曹期に七十巻本を根幹に、若干の増法を行った。現在主に通行するのは、高等書シ本による七十一巻本である。 以上のように、白紙文集は、新たな作品を順次追加するという編集が行われていったため、全集五十巻、五集二十巻、続五集五巻という配列が現代である。この定裁を保つものを、前後続集本という。しかし、北総に入り、読者の便宜を図り、詩を一括して、前に、三文をすべて後ろに編成し直した、選手後筆本が刊行された。 そのため巻21以降の漢字が全く異なっている。南宋期には、両者は混在していたが、秋代に入って、戦手後筆本が圧倒的多数となった。現存最古の漢本である南宋、昇降本をはじめ、名、馬元調べが広告し日本でも、訓展を伏した和国本が刊行され広くる伏した馬、元長本など、中国に現存する漢本は、すべて、 戦士後筆本である。一方、前後続州本は中国では消滅したが、朝鮮に伝わり、15世紀末には、銅活字で、後世藩でも刊行された。この銅活字本が日本にも伝わり、江戸初期、現那4年に、ナバコが、木活字で刊行した。同じく71巻本のナバ本は、白、巨位の字中を相当部分削除し、また、 文字の移動もあるが、現在日本では、定本として最もよく採用される。白紙文集の原編成を止めるナバボンは、新末に至って、中国でも、その存在が知られるようになり、民国8年に観光が始まる、四部総監にて、永印された。北総時代、太平公国7年、陽広氏4年に成立した、文猿映画にもしろ、虚偽の著作が収録されている。 文猿映画秀載の城虚偽のテキストは、現存する中国の漢本系書本よりも、東大に、日本に将来され、受け継がれた写本と一致する箇所が多いことが、対抗により指摘されている。ただし、文猿映画自体、百巻文程度しか現存しない、総半感と、テキストとしては劣る民番感等があるため、注意が必要である。日本には、平安時代、 上和年間以降に伝来し、七十巻本が、平安貴族の間で流行。友平親王がその死の時中に、我が朝の詩人祭し白紙文集をもって、規範となす。ゆえに、上和以来、死を言う者、皆な体裁を失わずと知るすがごとく、王朝監視を一変させた。とりわけ巻3.4の冬詩、新楽五十編は、 藤原光勢が書写し一条天皇に献上するなど、特におもんじられた。源氏物語、枕の創始などにも、大きな影響を与え、中でも、長魂家や、美和行が特に有名である。ただし、白巨意が目的とした風館そのものが、注目されるのは、鎌倉時代以降であり、源平清水期太平器など軍機物には、風油誌の主題にかなう引用が散見される。 またこの時期には、小六本も作られ、文集賞、関見賞などがある。白紙文集は、源氏物語、枕草子や藤原光世紀貫之といった、平安朝の文学に多く引用されており、以下は白、虚意の詩の一句を踏まえたものの中の一つである。下谷もおかぬ方とぞ言うなれど、波の中には雪ぞおりいける、誰こと南国無創説。 人在州人民発館日本では、白紙文集が伝えられて、以来、よく愛読されたため、検討紙によって、党からもたらされた商本を書写して受け継いだ、いわゆる旧商本が、現在までに多数残っている。文集抄関係抄神田本、そして金沢文古本などがよく知られるところである。これら日本に現存する旧商本は、 小六本であったり、一部のみの残刊であるが、中国においては、戦死後筆本の発生や、宋代以降に漢本として発刊する際の、工程作業に、主観的な傾向があり、大幅な改変を加えるなどの行為が行われたのに、対し、日本においては、訓練などを施すものの、原則的に当代のものが伝来されたままの内容を、保っているため、可能な限り参照すべきである。 中国には、旧正本は残存せず、ペリオ将来の遁光文献の、白鹿山詩集残刊が、中国に残っていたほぼ唯一の旧正本である。留学像、めぐみ学が開消4年に、蘇州、何千人を訪れ、白巨字記室、白詩文集を、自創の協力を得て照射し、上は14年に帰国してもたらした。博士家に伝えられたものを、鎌倉初期、 管喜三年頃から上映二年にかけて豊原法へが一部を自らの手で残りは雇い筆で書写し全館の構成を行った家庭二年に当本でモテ公典を加えさらに県庁四年に基書の五本でもって再度公典を施したこれらは起伝点が施されており支部引き表紙の想定で法への下題が主筆された巻小本であったと想定される 後設立後間もない時期に、金沢文庫に収められ、金沢文庫本、白紙文集の中核となった。現在、法絵本として残るものは23巻あるが、金沢文庫本と称される、白紙文集は、法絵本の他に、平安後期写本、江戸時代写本など年代、伝来をことにする書本を含んでいるため、区別が必要である。その後の伝来は不明であるが、 形跡宝庫市には、活字本を観光した名場道園と関わりの深い林、ラザンが、金沢文庫本を用いて途中まで構成を行った、旨が記載されており、京都の公下の何坊かの手元にあったと推測されている。また、慶長期までに一部が流出しているが、それまでにも何度か著写されたと考えられている。金沢文庫本、白紙文集は、明治になって、大部分が、 田中官兵教中の手に渡り文庫、大正6年1月、26巻中の20巻が、和田綱志郎により、久原文庫に購入された。田中家残存の6巻のうち、巻23は、三井衛門に譲渡されたが、それ以外の5巻は子、中三郎、孫、譲渡継承、最終的に国に移管され、国立歴史民族博物館に収蔵された。 久原文庫購入の20巻は、一時京都、帝国大学図書館に帰宅された後、昭和22年に、東急電鉄主催、後藤慶太が購入し、大東急編成記念図書館の所蔵となった。三井絵門に譲渡された巻23は、すでに三井家にあった巻38と合わせ、平成23年秋に、三井より子より、三井文庫に寄贈され、 三井記念美術館が収蔵している。また、江戸後期の交渉学者、狩谷駅彩急造の巻28及び巻33があり、巻28は、久原文庫に収蔵され、巻33は、天理大学附属天理図書館に所蔵されている。このほか保坂順次急造の巻40があるが、田中家から分離したものであるかは分かっていない。現在の所在は不明。 ありがとうございます。